さあ、おはようございます。けです。いや見てこれ。やっと来た。やっと雪のほっこに来れました。もう死の子も言わずにね、この天気、楽しんでいきたいなと思います。じゃあみんなも一緒に釣りましょう。今ですね、とんでもないことが起きまして、めっちゃ寝ちゃいました。はい、で今コンビニ来てコーヒー飲んで軽くおにぎり食べて釣り場に向かいたいと思います。やらかしてる。風吹いてきとんな。なかなかの来るといいよ。あ、くそ、違うわ。くそ。なぜこの辺ばっかやってるかっていうと、車止められんのよね、雪で。あ、でも話した。今絶対だったやん。うわ、話しよった。マジかよ。キラカ持ってかれたんや、今。お、あー違うな。びっくりした。くそー。見ました、今の。こうなったやろ。あれが当たり。
1日1回あったらいい方っていう、ね、それを逃したどういうことなんだ本当に。冗談じゃないわ。ボトムジャークやってみますか。おくた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 。あれ？なんで？なんで？なんで食い込まんの？おかしいって。バスかな？鬼ショートバイとか違う魚どっちなんや？もうマジ明確やで、コーンって。あ、くた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 。食ってんねん、これ食ってんねん。乗らんのよ。何これ。心臓ドキドキなってきた。めっちゃバイトあるんやけど。乗らない。それか、ほんまに、コン、コンって一瞬のグッて感じじゃないから、もしかしたら別の魚が当たってきてるっていう可能性はあるけどね。なんなんやろな。よし。じゃあそろそろ、終わりましょうか。何食べようかな。ラーメンでもすっか。温まりたいよね。チキンラーメンとか売ってたらいいけどな。この辺ね、スーパーがないから。ちょっと走ればあるんやけどな。最高の景色ですね。はい、というわけで、デイワン終了。なんかわけわからんバイトが3回ぐらいあったけど、一瞬で外れたというか乗らなかった。ここやね。さあ、なんか良さげなもんがあるんだろうか。オッケー。行くぜ。極寒車中泊になると思われます。おじさんになったらね、きついかもしれないけども、全然余裕ですよ。で、このガードをここにつければすぐに車中泊モードになります。これはね、うわ、これは対馬行ってる時にちょっと工夫しました。毎回ね、もう降りてここつけてなんかいろいろしてやってたんですけど、降りなくてもそのままこうやってつけるだけ。これでもうガードができてます。で、後ろももうカーテン閉めるだけなんですぐなんですよ。で、移動もこのまま後ろに行けます。後ろに行きます。で、こっちもライトつけの、はい、車中泊モード完成です。はい、これで見えません。めっちゃ静かでしょ。ほら、この何もない、ほんまに静かな空間っていうのがね、やっぱ雪中の魅力。ご覧ください。外が寒い時はこうやって床下にアクセスできるという、この中から必要なものを出して調理できるというね。はい。これと、あとどうしようかな。暖房器具いるかな。はい、あとでコーヒー飲もう。で、てかもうこれごと出すか。これごと出しましょう。よいしょ。海釣りと違ってね、バスは、魚種が、一魚種だけなんで、そんなに道具が増えないんで、こういうことができるんですけど、海釣りはね、そうもいかないんですよね。いろんなものやりたくなっちゃうから。
はい。で、このホットプレートを使うんですけど、これね、意外に冬場便利で、何がいいかっていうと、やっぱ、一酸化炭素中毒とかの問題で、火を起こす場合、ちょっと換気しながらね、やるっていう必要があると思うんですけど、多少は正直大丈夫やけどね。でもまあまあ、危険性考えたら一応換気した方がいいと。そうすると、めっちゃ寒いんですよね、ずっと開けてると。だからこれで閉めたままやっといて、湿気が増えてきたらちょっと空気入れるみたいな感じでやっときゃ、車内がね、冷えにくいんで、おすすめ。で、これに、これで、いけるかなぁ。あ、なんかいけそう。で、今日はこれですね。これね、車中泊でこれいいよ。早く沸いてほしいね。はい、使ってるのがこのジョイジスっていうね、これメーカーさんから案件で一回使ってみませんかということでいただいたやつなんですけど、非常に重宝してます。パワフルで、まあ容量もかなりあるし、で充電できるし、でコンセントあるし、 USB あるし、でまあライトもつくんで、あの非常用に使えたりもします。で言ってる間に沸いてきたと。じゃあ行きましょうか。これ入るのか、これ熱っ。うわ、お、来た。はい、そしたらここに元を打ち込む。めちゃめちゃいい匂いする。これはたまらんな。最後にごま、めちゃめちゃうまそう。はい、いただきますね。うん、ははうまい、最高や。うわ、いいよ、車中ラーメン。皆さんもぜひ。これでね、まあ、起きたらすぐ釣りができるっていうのはね、これまたいいとこなのよ。まあ、ホテルとかはね、それはそれですごく寝心地もいいし気持ちいいんだけども、ホテルから釣り場まで2、30分かかっちゃったりとか、夕間詰めの場所から3、40分かかったりとか、そういう可能性もあるのよ。ただ車中泊であれば、こうやってね、車内で飯食って車内で寝るっていうね。でまあ冬はね、風呂1日ぐらい行かなくても全然大丈夫っす。うはい、ごちそうさまでした。で次はですね、これを拭きます。もう水を使わん。水出したらもうその処理が大変なんで、水を使わずにもうこうやっちゃいます。はい、じゃあね、コーヒーいきます。食後のコーヒー、はい、今日はこれにしてみましょう。入ってたトラジャブレンドってやつ、これで今車内の気温7度ですね。やっぱちょっとあったかくしてるんで気温も7度とかなり余裕な感じで、これ終わったら結構冷えてくると思うんで、多分ね外がマイナス 2,3 ぐらいまで行って車内が0度行くかどうかってとこなんで、しっかりとね寝袋に入ってあったかくして寝ると。はい、もうすぐ沸きますね。でね、僕、この、軽バン、これ N 版ってやつなんですけど、お気に入りポイントがあって、これ何かっていうと、めっちゃ上高いんですよ。これ、ハイエースと一緒ぐらいのはずなんで、上がめちゃくちゃ高くて、このベッドを作った状態でも、
普通にこう、天井に、頭がつかない。すっごい上が広いんですよね。ここがね、むちゃくちゃいいところ。で、しかもこのベッドも一番上まで上げてるんで、下にいっぱい入るんですよ。だからちょっと高さで選んだっていうところはありますね、この車。あと、運転支援も完璧なんですよね。はい。皆さん、そして私ですね。ブラック派になりました。ブラック派というか、両方好きになりました。やっぱね、砂糖を入れないとすんごいあっさりしてる。それもいいなと思い始めました。おじさんになってきたってことか、これ。お供は、この、じっくり見て。カスタードたっぷり濃厚カスタードシュー。ファミマ、128円。税込み138円。これでいく。はい。うん。カスタードシュークリームにコーヒーが合わないわけないんですよ。たまらん。寝る準備を整えたいと思います。まだめちゃくちゃ早い。今何時？19時半。7時半なんですけど、なるべく早めに寝ようかなと思います。反対にですね、寝袋があるんですね。これ出す。で、これ。はい。というわけで、車内から一度も外に出ずに眠ることができるという。さあ、それでは、あっという間に寝る準備が整いました。こんな感じで。はい。で、明日の朝ね、ちょっと仕留めようと思うのは、やっぱ、これ。ジグヘッドスイミング。これ非常に釣れるんでね。もちろんリールはステラで。それでは、おやすみなさい。明日は3時ぐらいに一応目覚ましかけて、で、ぐだぐだして4時ぐらいに釣り返しと。そんな感じです。では。はい、ありがとうございます。シカちゃんに遭遇しないことを祈りながらやりましょう。最悪、シカはまあまあ基本的には大丈夫なんですけど、良くないパターンは気性の荒い角生えたオスで、あといっちゃん最悪イノシシが最悪パターンです。イノシシとかは最近見ないけどね。昔はめっちゃおったんやけどな。ジグヘッド一本勝負で行きましょう。ここの道も要注意。鹿おるからね。水飲みに来るのよ、あいつら。よし。夜ウェイディング。これも気持ちいいんだよね。ライン凍ってるな、これ。シャリシャリ言ってるわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。夜が明けてしまいましたね。いい度胸じゃねえか、ホッコさんよ。完全に中層ですね。中層スイミング。
凍っとるな。手冷た。やばいわこれ。めっちゃ凍ってる。レベルワインダーが氷製造機になってる。うわ。大伐採。めちゃくちゃ浅いわ。凍ってる。冷て。あ、今持ってった。ああ、ミスった。ああ、くそ。ああ。やった。早混ぜしてもらった。びっくりした。あんな勢いよく持っていくんや。元気やな。バス。いや、なかなかだね。さすが2月って感じ、ラストスパートだな、これ食べて。もうぶっ続けでやるしかないわ。うん。さあ、ちょっと険しい場所に来ました。オルキー線、綺麗やな水。なんかもうオランの丸分かりやな、ほんまに。なんもないで。めっちゃ綺麗やし、ほんで水。怖っ。めちゃくちゃ滑る。あぶね。うお、怖っ。びっくりした。びっくりした、違うわ。当たりかと思った。ちょっとね、今から暗くなるんですけど、もちろんまだやるぜ。まずは音速の中華料理屋で腹ごしらえですね。何が音速かって、注文取るのが早すぎるんよ。まさにジリオン店。なんでこのリールかっていうのはもう詳しい人しか分かりません。さあ夜の部行くぜ。
ほらね。ちょっと置いたらおるんすよ。でかい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 。でかいでかい。でかいでかいでかい。めっちゃでかいめっちゃでかい。はい、50アップ。ほらね。おるんすよ。はっしゃ。ね。皆さん言ったでしょ。飯食って時間置いたら食うって。はい、めちゃでかい。気合いよ、みんな。可愛い顔してるでしょ。目失礼しとこか、これ。じゃあちょっと計ばかりいきましょうか。皆さんね、ちっちゃくちっちゃく測ろうとするんですけど、僕は大きく測る。上顎合わせなんて冗談じゃない。口開け音字。うん、50ですね。50アップです。プリプリや。気合があれば釣れるのよ。はい、というわけでなんとかね、厳しい2月取れてよかったです。できれば明るいうちに仕留めたかったなっていうのがありますけどね。ホッコはね、2月になるとやっと真冬って感じがして、本当に難しいんですよ。でこの釣れた時のね、まあ、エリアだの時間帯だのルアーのセッティングだのに関してはサブチャンネルでやってるメンバーシップに載せてるので、説明欄に URL 貼っときます。 K のフィッシングチャンネル応援いただける方はそちらもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。 K でした。